どっちも言ってくださってる方がいらっしゃったと思ったのでやりましたぜひ <laughs> 髪型は Twitter を X をチェックしてくださいお願いいたします今日あと1時間でえっ、ー、とツアーの武蔵野と 愛知のキャンセル分の追加販売と有明が受付終了になるのであのやっぱいけたわみたいな方がもしいらっしゃいましたらぜひお待ちしております。おお待ちししててりますす <laughs> とっても楽しいライブにするので 初めてでどうしようかなーって思ってる方とかもぜひお待ちしております。キャンセルした人いるんか。でもさまださ自分のスケジュールがわからないで応募してさ当たってさ結果さなんかお仕事でしたとか絶対いらっしゃいますよねそういう方もね。私もベイスターズ試合のチケット買ったのにあの。 仕事だったみたいな時あるから <laughs>、その時はキャンセルとかないからさ家族にあげちゃうんだけど、そういう方もいますよね。<laughs> ぜひお待ちしております。おおしましたありがとうございます。初めて行くからどうしようかなーって悩んでる方とか。 あら、今日熱でいけなかったらまた次の機会にぜひ応募してくれてありがとうございます。次の機会にまた来てくださるのお待ちしております。今日も黄色オレンジのペンライトの方たくさんお見かけした気がします。ありがとうございます。嬉しい、嬉しかったです。<laughs> いっぱいいろんなところにいらっしゃってたくさん見れて。 嬉しかったですなんか黄色オレンジペンライト振ってくださってる方はもちろんなんですけど <laughs> しょうちゃんのお話が行きたくてバイト始めたなんとなんとありがとうございますお待ちしてます嬉しい優しいエックスにあげてた瞳ちゃんと写真笑いましたそう瞳とマイクが まあはなちゃんはなんかま映っちゃったみたいな感じなんだけど <laughs> はいそんな感じベベか、ま、髪型可愛か,いかったありがとうございますそう黄色オレンジを振ってくださってる方はもちろんなんですけどあのなんか黄色オレンジじゃなくても私と目を合わせてくださる方がいらっしゃってすごく嬉しかったしなんか。 黄色オレンジペンライトじゃないのになんかこうずっとなんかこういう方がいたんですねでなんかこの子この子っていうかこの方をあの何、ー、だろうまあ楽しんでくれてるとは思うんだけどもっと楽しんでほしいってなんかもうこれぐらいになってほしいって気持ちでね合わせた方がいらっしゃい,いてその方がこうだったのに。 こうやってなってててなくくくれたのが私的にすごく嬉しくてあの私と目があってだと私は思ってるんだけどその隣のメンバーとかだったら <laughs> あの恥ずかしいんですけどああののすすごく嬉しかっったですとってもあの私のペンライトじゃないのにあの目合わせてくれてあの笑ってくれて目合ってなんかそらすとか真顔とかじゃなくって笑ってくれたのがすごく嬉しかったです私は。はい とても嬉しかった緑さん初見こんばんこばはありがとうございますなんかよくあるんだよねこういっぱい見てていろんな方見てるんだけどもちろん黄色とオレンジのペンライト振ってる方にはもういっぱい見るんだけどあの黄色とオレンジじゃない方も見るんだけどなんかたまにねなんかこう多分私みたいにあの表情に現れない方も多分いらっしゃるんですね中には。私もそうなんだけどねそう そういう方がなんかそういうい方を絶対にあのもう伝われみたいなあの目合ってるの君だよっていう気持ちでライブやったりとかするんだけど伝わって嬉しかったです。とかね本当に嬉しかったです。 なんか優しいなーって思いました優しいファンの方だったし私も笑顔にできてよかったって思ってます <laughs> しなんか嬉しかった特になんか本当に自分のペンライトじゃない方も私のことを見てくれてるなって思うのがすごく。 とっても嬉しかった。すごい、一応優しい、そうですか。<laughs> ありがとうございます。なんか。なんかやっぱ近いライブだからこそ、三階でも。全然見えたし。やっぱ、あのショコランタオルがめちゃくちゃ目立ちますね。はい、それは思いました。 3階の方のショコランタオルも見えましたまあ球場でも見えたから、まあ、見えるんだけどそりゃ <laughs> 見えるんだけど改めてあなんか目立つなって思いました周りの人がみんなタオルとかうちわとか振ってくださってる中でもショコランタオルが見えてたからそう目立つってなりました嬉しかった 本当にねねみんなと目を合わせたいですよ、ね、だって私がよくやるというかなんか見てるのは自分が例えばこっち側のポジション上手側のポジションだったとして下手側にいるメンバーのファンの方って結構見えなかったりするじゃないですか特にスペーペーとかモニターもないしそうそういう方とかを見たりします。 <laughs> なんか多分こっち側一緒に上手側にいるメンバーのファンの方とかは多分そのメンバーを見るじゃないですかそうだけど反対側行っちゃったーって多分みんなも思うことあると思うんですけど、はい、いっぱい目を合わせれたら私も嬉しいし逆にあのー、逆になんかこう こっち側見てるけどもう誰一人と目合わない時とかもあるんですよあのこ私が私がこのカメラの目線だとしたらこうまあみんなおしめ見てると思うんだけどもうこう <laughs> 時もあるからそうもう本当にに何か目が合うというのがすごく最高に嬉しいんです私ははいそうなんです最高に嬉しいです <laughs> うん。先生はほぼ逆で読みました。あらあらあら、読まないで。なるべくいろんなところ行くから。<laughs> でも今回のツアーは特にトロッコとかで。本当にもう。なんかたまにトロッコって。こう行って、ここで終わりみたいな、あの。センターステージとかがあって。 こう言ってここうで終わりみたいなこっち側しか行かないよみたいなこっち私がこっち乗ツたらこう言ってこうセンターステージに行って終わりみたいなことが多いけど今回のツアーはこうぐるっと回るトロッコが多いからそうなんか全体的に行けるかなって思ってますしなるべくそのこう大きい表というか。 図面を書いて自分がこう行くなこう動くなっていうのをやるんだけど今回もやったんだけどちょっと少ないなって思うと方に行くようにはしてるのではいなるべくねフリーの時にあとはまあねフリーってなるとこうメンバーのバランスとかもあるからなんかこっちにめっちゃいるなとかなる時もあるからはいそれはねあのその時によるけどなるべく行ってない方に行ってるつもりではいるのでみんな待っててね。 <laughs> 待っててください。神戸のカメコもあり、ショコラだらけだった、なんとなんと。ありがたい、みどりさん初見、ありがとうございます。<laughs> うん、はなちゃんがトロッコの進行方向とは逆。 のを意識してるって,言ってててるっっ言すごかったなんかまあ時によるけどこう2列でこうなる時あるじゃないですかで2列で進行方向と逆を向いたらあのもうこっちの人見てるわけですよもうみんなそうだからそういう時もあるからあもう本当にいろんな方を見てます私はそうあもうもう次の来てたわみたいな次のトロッコ来てたわって思う時もあるそうでもメンバーねそれぞれね ああの意識してるとところとかもあったりするから、ね、それぞれで今日はしゃちゃんのパフォーマンスにも注目してたありがとうございます嬉しいなんか久々の MC の回しで今日「びっくり!」ってなって緊張しちゃったあとんか <laughs> イヤリング左だけ一部も二部もあのー 同じ曲で撮れて違う場所なんだけど同じとこで撮れて悲しかった <laughs> 途中で拾ったけどうちわって顔の方と名前の方どっちが見つけやすいですか顔であ名前です顔だとみんな似たような衣装だからあの今回の、えー、とツアーのやつはみんな似たような衣装だからわかりにくいけど 裏面の名前の方はあのメンバーカラーになってるから分かりやすいですでもなんかやっぱショコランタオルとかこうやって持ってくれてたりとかの方が見つけやすいかもしれないうちはもうだけど、うん、ですねー有明だったらショコラに入れんでいきますおお待ちしてますすずりさんみんなありがとうございますやったー 神戸でしょこちゃん沼に落ちてショコラリング推しになりましたなんと嬉しいありがとうございますやったかのんさんありがとうございます末永くショコラリングで見てくださったら嬉しいです嬉しいよライブで好きになってもらえるのでしいまあどこでもどこのなんかきっかけでも嬉しいんですけどなんかライブとかだとねなんか やっっっててよかったっていう気持ちになるさイヤリングめっちゃ探してたあなんか落ちた場所は分かってたんだけどそのタイミングで取りに行くのがいいから <laughs>。